こんにちは。おはようございます。こんにちは。こんにちは。おはようございます。やっほー。こんにちは。おはようございます。今日は幕張メッセで現地でトーク会なんですけど、久しぶりの幕張ってことで楽しみですね。おはようございます。こんにちは。あ、初見の方ありがとうございます。スキホーデッチメスの石暮月です。こんにちは。そう、昨日寝落ちしちゃって、まあでも今日準備すればいいやと思ってたんですよ。そのキャリーケースとか本当は昨日の夜やろうと思ったんだけど、そう、結局さっきまでやってました。ギリギリまでやってます。まだなんなら終わってない、もうちょっとだけ。こんにちは。久しぶりになんか寝落ちっていう寝落ちをした気がして、そう、最近なんかしてなかったから寝ようって思って最近は寝てたけど、なんか今日は気づいたら寝てて、でもコメントを返しながら多分寝落ちしたんですよね昨日。そう、だから一回8時ぐらいに目が覚めた時に、あ、やらかしたと思って、あ、やっちゃったと思って、でも音楽も多分聞きながらやってたから、ずっと耳にイヤホン刺されたまんまだった。逆にあれだなって思ったけどね、なんていうの、寝相っていうか良くないですか、ちょっとイヤホン刺してまだ音楽かかった状態で寝てるからさ。こんにちは。おはようございます。今日はでも8時50分ぐらいに起きましたね。うん、8時50分ぐらいに起きた。こんにちは。めっちゃ顔眠たそう。別に眠たくないんだけどな。めっちゃ眠そう。なんで？私なんか今日暑そう。普通に大丈夫か。でも向こうに行ったら寒そうだけど大丈夫かしら。自然光、そう、今日めっちゃ光が強い、光が強くて、でも一応リングライトつけてるけど、あんまりなんかつけてる感ないよね。関東雨降ってる。マジか。髪の毛やられるやん。湿気で。最悪だ。最悪すぎん？やっぱ羽織るもの持ってった方がいいかな。明日用に。こんにちは。油揚げありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。
こんにちは。うわ、転がっちゃった。こんにちは。今日行きます。ありがとうございます。楽しみ楽しみだなって。おはようございます。メイクかわいい。メイクしとらんよー。とらんよー。まだしてない。家でメイクするのめっちゃ嫌いなんですよね。あんま好きじゃない。まあするときはするけど、なんか家でメイクすると落ち着かなくって、なんかそわそわしちゃう、そわそわしちゃうからあんまりしたくないんですよ。まあめんどくさいっていうのもあるけど、なんか聞くとなんか事務所とかでしたいタイプ。何の絵ですか？え？アイスクリームありがとうございます。ありがとう。今日から冷えるらしいので体調に気をつけて。気をつけます。ありがとう。やだな、寒くなるの嫌いけど暑いのも嫌いだからな。どっちも嫌い。どっちも嫌いだ。そうでもまだクーラーつけてんだよ。なんかちょっと前に暑くて、なんかずっとつけっぱなし、ずっとつけっぱだから結構つけてる。でももう今日は家を出るので消さないと。こんにちは。やっほー。ノーメイクの絵。あ、でもなんか今日はめっちゃママにいつもよりなんか目元が黒いねって言われた。朝ごはん食べてるとき。そうかな。そうかな。そういつもよりなんか黒いねって言われた。めっちゃここボッサボサやん。やだ。明日名古屋に戻ってきた時が寒そう。私明日絶対に夜遅い気がする。帰ってくる時間めっちゃ遅そう。分からんけど、こんにちは。
今日は生誕 T シャツを着ます。そうだ、私そうだ、ベレー帽かぶるんだ、忘れてた、危ない。私明日ベレー帽かぶるんだよね、超忘れてた、危ない、めっちゃベレー帽忘れるとこあった、危ない。まだどっちかもやってんだよね、どっちのベレー帽かぶるか。めっちゃ今思い出した、よかった、ラテメガネも入れてない、セーフ、危ない、やらかすとこやった、こっちかこっちで迷ってんの、ベレー帽めっちゃ顔光ってるし、こっちかこっちで迷ってて、どうしようかな、何がいいかな、危ない、めっちゃ思い出してなかったんですよ。そう、一昨日ぐらいにどっちがいいかなってかぶったんだよね、一回、危ない、多分こっちにする、顔がピカピカ、これにします、明日かぶるやつ、これはじゃあさよならってことで、でも一応2個持ってこうかな、気分が変わっちゃうかもしれないな、これとあとメガネを忘れないようにしないと、危ない、普通に忘れてた、危ないよ、あと上着も持っていかないと、なんで思い出したんだろう急に、いや思い出してよかったからよかったけど、ほんと危なかった、危な、こんにちは、ゆうとありがとうございます、ありがとう、他にも全然言ってなかったけどありがとうございます、そうだ、しかも昨日寝落ちしちゃったから携帯も充電してなくて本当にやらかしまくってる、今はねアップルウォッチも充電しててイヤホンも充電してるから、そのなんか極力充電をね多くして家を出たいのでそう怖いから充電切れるの、そう全部のものを今充電してます、急いで、アップルウォッチはでも今ねはもう 100% になってますね、さっき充電したけど、モバイルバッテリー持っていこう、当たり前じゃないですか、私そんな依存症だから、携帯モバイルバッテリー持っていかない日なんてないよ何を言っているんですか、私が持っていかない日なんてありえない、常にカバンの中入ってます、本当に異常だった時は私携帯じゃないカバンの中にね 4つぐらい入れてました、モバイルバッテリー絶対いらないのに、アップルウォッチの充電器も忘れずにね、そう充電器もね、そうそれ専用のやつがあるので、そう持っていかないとアップルウォッチが使えなくなってしまう最悪だ、もうなんで充電しなかったんだろう寝るとき、そうまだ 81% しかないもん、焦る、やだ困る、せめて90は欲しいな、あとまだ家を出るまでに多分時間はちょっとあるので多分いけると思うけど、最悪、うん、73日だって
せん。ありがとう。そうで、この間モバイルバッテリーをみやまるに貸しちゃって、で一緒に帰ってたんですよ。で帰り際にそれを忘れてて、でお別れした直後で私が車乗った時に、あや返すの忘れてたって LINE が来て、そうでもモバイルバッテリー何個も持ってるからいいよって、そう次会った時に返してくれればって。そう充電器のコードとモバイルバッテリーは今野村さんに貸してる状態なので、そうでもまだ私の部屋にはモバイルバッテリーがいっぱいあるので1個なくな、1個借り貸しただけでは何も何事もないですそう野村さんがもう 8% しかないみたいな言ってて、そうだってこれは裏話なんだけど、よくちかさんが充電器を借りてくるっていう、私よく公演中とかも充電してるんですけど携帯を、そうよくちかさんが誰かの借りるねって言うんですけど絶対私なのよで最近はゆず借りるねって言ってくれる、かわいいでなんか特会の会場もなんか席なんかいっぱい、その自分たちが座る席があるんですけど、そこには挿すところがないのコンセント、そうだからなんか充電器コーナーみたいなところがあって、そこに自分でコード挿して充電するみたいなシステムなんですけど、なんていうの、そうこの間挿しっぱにしてたの、何も充電せずにコードだけ置きっぱなしにしちゃってて、あ忘れてたやばいと思って持って帰らなきゃと思って行ったら、なんか誰かのエアポッツが充電されてて、え誰やねんみたいな、そうでも勝手に抜くのはさすがに申し訳ないし、もしかしたら先輩のエアポッツかもしれないからどうしようと思って、まあとりあえず監視しようと思って、誰が私の充電器を勝手に使っているのかっていう、でそれをルーちゃんに話したら2人なんかルーちゃんもなんか嬉しそうになっちゃって、そう2人で監視してたよっていう話そうなんか刺さってたのエアポッツが、だからえみたいな、誰と思って、そうずっとこうやって見てたそう嬉しそうになっちゃって、そう2人で監視しようって言って、結局誰なんだったら、結局ゆうかさんだったんですよ。でゆうかさんがその取りに行った瞬間に私も走りに行って、ゆうかさんとかに、ゆうかさんそれ私のなんですよねって言ったら、だよねちょっとゆずぽろだと思ったって言われた思ったんかいと思ったんですけどありがとう充電借りちゃったみたいな感じだったゆうかさんでしためっちゃ面白い。そう監視してたの、そう誰が刺したのかっていう、別になんか嫌だとかじゃなくて、ただ単に誰が刺したのかすっごい気になったんですよ。そう私充電中だったから、なんかさすがに申し訳ないじゃないですか、自分のまあ充電器だけど、もしなんか抜いちゃったりとかしたらそう嫌だなと思って、そうただ単に気になっただけ、そうすごい別に勝手に使わないでとかそういうことじゃないそういうことじゃないのよ、そうずっと見てました自分のところから、充電器はもうどこに行くにも持っていきます。
だって怖いじゃん、携帯の充電切れたら何もできないもん。誰にも連絡取れないし、何もできないから困っちゃう。めっちゃ泣いてる。今日は11時になったら終わろうかな。11時になったら終わりたいと思います。お腹すいたな。さっき朝ごはん食べたばっかりだけど、お腹すいた。お腹がすいた。あとはヘアアイロンをスーツケースに入れて、あとベレー帽とメガネも入れて終わりかな多分。あと充電器やら入れる。さっき三角チョコパイ食べた。三角チョコパイ食べたい。めっちゃ好き。めちゃめちゃ好きです、三角チョコパイ。毎年食べるって言われたらどうだろうって感じだけど、好きです、三角チョコパイ。美味しい。忘れ物はない。多分ないですね。入れた気がするので。生誕っていうとりあえず忘れてなければ OK なのと、明日の服があればとりあえずなんとか生きれるので OK かな。まあ、万が一財布を忘れたとしてもママたちからペイペイでお金を入れてもらえば問題もないので多分大丈夫。まあ財布は入れたから大丈夫だけど、あとはでもあとメイクポーチもあれば大丈夫かな。多分いけてますね。あと上着を入れるだけ。明日の服に合う上着を入れて終了。本当は靴も入れようと思ったんですけど、さすがにちょっと面倒くさかったので靴は同じにしました。今日と明日で。ペイペイ便利だな。ペイペイは便利だよ便利だよけど、知らないうちにすごい使っちゃってるから沼です。そう、知らないうちにすごいお金使っちゃってるから危ない。そう、靴重たいしね。そう、最近あれを買ってもらったんですよ。靴、コンバースの黒。そう、コンバースの黒を買ってもらった。そう、セットアップに合うからって言ってセットアップに合うコンバースを買ってもらう。こんにちは。ペイペイ。ペイペイ今どこでも使えますよね。なんかコンビニでもさ使えるしさ、まあ、どこでも使えるの超楽。素敵すぎる。どこ行っても使えるじゃん。もうスタバでも使えるし、コンビニも当たり前だし。すぐ使っちゃう。よくないけど、すぐ使うの。実質無料感が出ちゃう。いや本当にそれはそう、なんかお財布からお金を出してないから、そう、そういうなんかお金使ってないみたいな、そう、そういう風になる感覚的にね。すごいわかります。でもたまにスタバとかでも使えないお店とかあるから、おマジかと思って現金とか出しちゃうけど、いやもう楽な世の中で。こんにちは。
こんにちは。やば、外がめっちゃ眩しい。めっちゃ光が差してる。眩しい。眩しい。おはようございます。おはようございます。こんにちは。こんばんはって言おうとしちゃった。こんにちは。生誕祭申し込んだよ。あ、ありがとうございます。生誕祭明日でしたっけ。明日の23時59分までご応募ができるので、ぜひ待っております。2年ぶりの生誕祭楽しみ。でももう結構なんか申し込んだよっていうのとかも聞いてるから嬉しい。楽しみ。緊張するけど緊張するけど楽しみですね。いやでも生誕祭ほど緊張する公演ってほんとない。一番緊張する。キョンシーに花冠は間に合いそうだね。いや、キョンシーに花冠はかぶんないですよ。さすがに合わなさすぎる。さすがに合わなさすぎる。かゆい。おはようございます。こんにちは。もう11時や。今日はもう11時らしいので、そろそろ今日は終わりにしたいと思います。ありがとうございました。短かったけど楽しかった。ありがとう。この後はまだちょっと準備が終わってないので荷物を詰め込みたいと思います。ありがとうございました。今日会える方はこの後会いましょう。会えない方もインスタとか更新するので待っててください。ありがとうございました。バイバイ。また明日。ありがとうございました。バイバイ。またね。